イエースの車検は厳しいという認識を、まあ、お持ちの方も多いかなと思うんですけども、はい、パイエース購入後から車検までの間の注意点ですね、うん、はい、そちらを実際にあった事例も交えて紹介で、はい、一般的に乗用車は新車購入すると3年の車検がついてますね、うん、はいはい、長さに関しては、470を超えてしまうと、うん、もう1ナンバーになりますよ。うん、皆さんこんにちは、 JR 東武店の山川です。こんにちは。こんにちは。今回はですね、はい、このチャンネルを、まあ、見ている方は、まあ、今現在ハイエースをお乗りだと思うんですけども、近々ハイエースの購入の検討している方も、うん、まあ、今たくさんいるかなと思うんですけども、 その中でハイエースに乗り始めたての方、うん、これから乗るよという方に、まあ、ハイエース購入後にここだけは絶対に注意しておいてほしいというポイントを紹介したいと思います。なるほど、はいはい、それがハイエースの車検ですね。車検、はい、よく言いますね、その車検が。そうですね、ハイエースはどうのこうの、はい、結構まあいろいろ話題というか、うん、こういうことがあったっていうのを耳にするんですけども、うん、まあ、知識としてハイエースの車検は厳しいという認識を、まあ、お持ちの方も多いかなと思うんですけども、はい、事実乗用車とは検査基準が異なる項目もありますので、うん、ハイエースだから気を使わないといけない箇所が、まあ、様々ありますね。なるほど、はい、そしてハイエースを乗りの方で一番車検に通らないというタイミングが新車中古車問わず、うん、まあ、納車してから最初の車検ですね。まあいろいろカスタムして車検を迎えるって方もいらっしゃると思うので、うん、で2回目以降は、まあ、ある程度慣れてきて、うん、これを次やると、まあ、車検危ないなとか、うん、感覚で分かってくるかなと思うんですけども、うん、やはり最初のハイエースの車検では、まあ、知らず知らずのうちに実際この車検に引っかかってたとか、うん、はい、そういうのを、まあ、無自覚で行ってしまって、うん、車検が通らなかったとか、あとは、出費が重なってしまったとか、うん、というケースを、まあ、よく耳にします。そうですね。はい。なので、今回は、まあ、そのようなことを未然に防ぐためにも、うん、ハイエース購入後から車検までの間の注意点ですね。うんうん、はい。そちらを、まあ、実際にあった事例も交えて紹介できたらなと思います。なるほど。で、今現在、ハイエース購入を検討されている方、や、まあ、最近ハイエースを納車したよという方、うん、今は、まあ、多少参考になれば幸いかなと思います。はい。はい。では最後までご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。で入る前になるんですけども、はい、ちょっと一つご紹介したいものがありまして、うん、前回 JR8 のハイスタンダードシリーズのパーツですね、うん、はい、このドアポケットであったりとか、うん、アームレストシートカバー、うん、紹介させていただいたんですけども、今回コンソール出ましたので、うん、はい、めちゃめちゃいいですね。こちらですね、うん、はい、素材もすごいいいですし、うん、大容量のポケットで、小物置き場であったりとか、ド、うん、リンクホルダーも合計4つ付いてます、うん、はい、はい、で、こちらが7色展開がありまして、うん、もちろんワイド用もあるんですけども、うん、今自社のオンラインのショップと楽天とヤフーショッピングで今販売してます、うん、はい、はい、ただ現状結構品薄が続いてますので、うん、結構売れてるって聞きます。そうですね、すごい好評をいただいてますので、うん、もし気になる方は、はい、店頭でもいいですし、うん、ネットの方からお問い合わせもいただけますと、うん、はい、ご案内できると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします、はい、では早速動画を始めていくんですけども、はい、今回ハイエース購入から、うん、まあ、車検までの間の注意点なんですけども、うん、ポイントを二つに絞って紹介していきます。うん、はい、まず一つ目、ハイエース車検の基本的な注意点っていうところと、二つ目がハイエースの外装内装のカスタムパーツの注意点ですね。カスタムパーツですね。はい。はい、このまま二つに絞って今回は紹介していきます。はい。で、紹介する上での注意点としては、うん、今回紹介する貨物車のハイエース版を対象として、まあ、お話ししますので、うん、乗用車のハイエースワゴンですね。うん、そちらは、まあ、該当しないような内容になりますので、はい。はい、あらかじめご了承をお願いいたします。はい。お願いします。はい、では、まず一つ目なんですけども、うん、ハイエースの車検の、まあ、基本的な注意点になるんですけども、うん、こちらについては、ハイエースを購入したショップさんであったり、うん、ディーラーさんで説明をまあ、受けてご存知の方、うん、まあ、多いかなと思うんですけども、はい、車検のスパンですね、うん、はい、スパンが乗用車と異なるという点ですね。スパン、はい、はい、一般的に乗用車は新車購入すると3年の車検がついてますね、うん、はい、はい、でそれ以降は2年ごとに車検になると思うんですけども、ハイエースの、まあ、貨物車になると新車からは2年、うん、
で2回目以降は1年おきですね、うん、はい、っていう、まあ、車検のスパンになりますので、うん、本来の乗用車よりも、まあ、1年短いような、そうですね、はい、形になってます、うん、理由ですね、うん、を簡単に説明すると、貨物車はまあ一般的な乗用車よりも、お仕事など商用利用が多いと思いますので、うん、荷物を後ろ積載して長距離走ったりとか、うん、まあ、あとは過酷な、まあ、環境下の下で、うん、はい、あの使用されることが、まあ、想定されている車両になりますので、うん、安全面を考えて毎年車検というのが法規定で定められています。なるほど、はい、結構そのディーラーさんとかだと、はい、納車した後ってその車検のタイミングですよってハガキ来るじゃないですか、はい、うん、そうですね、でもショップとかだと、はい、届かないことも多いじゃないですか、はい、それをその2年の間隔を持ってると、うん、あの知らぬ間に車検切れになってたりとか、そういうケースもあるかもしれないってことですね。そうですね、うん、まあ、もちろんこれ貨物車だけには限らないんですけども、うん、車検を忘れてしまってたとか、うん、気づいたらもう3日後、2日後とかっていうケースも、やはり、あの、時々ありますので、そのタイミングが、あの、1年なのか、2年なのか、車検のスパンですね。っていうところは、やはり、あの、しっかり把握しておくポイントかなと思います。そうですね。はい。はい。まあ、次にですね、はい、セパレートバー、いわゆる仕切り棒ですね。仕切り棒。はい。こちらになります。はい。で、このチャンネルで、何度も紹介してると思うんですけども、こちらの仕切り棒、商用スペースと乗用スペース、うん、はい、を仕切るための棒ですね、うん、はい、として、まあ、ハイエースの車検時には必須の道具ですね、うん、になります、はい、で、まあ、中には紛失してしまったりとか、うん、何かのタイミングで取り外しをしてこのままどっかに置きっぱなし、うん、で車検に出されて通りませんよとかっていうケースも、まあ、中には多いんじゃないかなと思います。そうですね。はい。なので基本的には、こちらは車検時には必要というところを把握していただいて、うん、外すときは車内に入れておいていただいたりとか、うん、あとは運転席、助手席の後ろにも取り付けできますので、うん、はいはい、こちらにつけると、まあこう、手すりになるような、うん、乗り降りも多少しやすくなったりとか、いう使い方もありますので、うん、なるほど。はい。まあ一つ、この仕切り棒も車検時には必須ですよと。はい。そういうことですね。お願いいたします。はい。はい、そして次にですね、結構これない方もいらっしゃるんですけども、うん、これですね、最大積載量の、まあ、ステッカーですね、はい、これハイエースに限らず、うん、貨物車には貼り付けが、まあ、義務とされているものになります、うん、で購入後にやはりここないとスッキリするんで、そうですね、はい、見た目はすごいいいと思うんですけども、うん、車検時には必ず記載が必要になりますので、うん、ここも車検時には確認していただく必要があります、うん、はい、はい、でもちろん中古車購入をした場合にもともとついてなかったよとかはありますので、うん、こういったステッカーを貼るっていうところを、まあ、まずはしていただくところが必要かなと思います。なるほど、はい、またあのよくいただく質問で、うん、マグネットタイプは車検大丈夫なんですかと、うん、はいはい、はい、いただくんですけども、うん、まあ、結論から言うと基本的には通らないです。はい。ここで最大積載量のマグネットのものも販売されてると思うんですけども、ね、車検時だけ貼って終えたら剥がす。うん、はい。そういう、まあ、脱着式は基本不可となってますので、うん、まあ、しっかりステッカータイプというものが、うん、あの必須になってきます。なるほど。はい。あとは、うん、マジックペンで最大積載量の記入というか、うんうん、はい、書くっていう形は OK なんですよ。なんかコメント欄で、それで車検通ったって人いましたね。はい、はいはい、うん。そうですね。ステッカーがもしなくて、すぐに準備ができないとかっていう時は、うん、細工ペンで書いていただくような形でも、うん、まあ大丈夫なので、うん、はい、まあ、でもあくまで推奨はステッカーっていうことですね。そうですね、もうまず 100% になりますので、うん、はい、お願いいたします。はい、であとはもちろんこちらも確認するのは検査員とか監査員になりますので、うん、実はマグネットを貼っていてそのステッカーと見間違えて、うん、そのまま車検通ったっていうケースもやっぱありますので、うん、まあ中にはマグネット通ったけど話と違うじゃんとか、うん、そういったケースもやっぱあるかなと思いますので、うん、あくまで推奨で 100% なのはステッカーですよということになりますので、うん、なるほど、はい、お願いいたします、はい、ちょっとフロントになるんですけども、うん、こちらですね、はい、あ、ガッツミラー、うん、まあ、アウターミラーとかって呼ばれるものなんですけども、はい、こちらもやっぱ近年だとない方が乗用車らしくてとか、うん、外す方も多いと思うんですけども、そうですね、結論からいくと、基本的には装着済みじゃないとダメです。うん、はい。まあ、もともと新車時からついてるところで、うん、四角の部分ですね。うん、はい。見えるように、このアウターミラーついてますので、こちらも基本的にはついた状態での車検を、うん、
あの推奨としてます、うん、で中にはフロントとミラー車のサイドのカメラを追加することによって車検をそれでまあクリアっていうところもまああるかなと思うんですけども、うん、基本的にはそこも検査員が確認するのでグレーな部分ではあるんですけども、うん、基本的には車体の装備品としてこちらも付いてて車検が OK という、うん、あの認識ではありますので、はい、まあ、ここももし中古車など買って外してあったよとかってなってくるとまあ後付けをしたりとか、うん、で出費も重なってしまうので、はい、例えばこれから購入する方、まあここもしっかり把握して見ていただく必要があるかなと思います。割となんかあの車検って、はい、その陸運局によって違ったりとか、そうですね、検査員によって多少基準が変わってきたりとかあるっていうのを聞くじゃないですか、はい、多分これもそういううちの一つですよね。そうですね、うん、もちろんその愛知県外であったりとか、うん、あとは検査する方によっては、うん、まあ、その知識の違いであったりとか、うん、その点で本来通らないのに通ったりとか、うん、まあ、もちろんその逆もありますよね、うん、なのでそういったまあ手間も増える可能性というリスクも減らすためにも、うん、まあ、ガッツミラーに関してはアウターミラーですね、つけて車検というのが一番ベストかなと思います。なるほど、はい、でもう一つそちらタイヤですね、はいはい、こちらはちょっと新車なので、うん、まあ、新品のホイールとタイヤつけてるんですけども、はい、よく貨物車だと、うん、LT 規格とかライトトラックの、ね、あ、そうですそうです、はい、ライトトラックの基準が必要ですよ、うん、ところを、まあ、耳にしたことあるかなと思うんですけども、はい、基本的にやはり最大積載量1トンあって、うん、たくさん荷物を乗せてもしっかり荷重、まあ、耐えれるように、うん、してるタイヤが車検が通るタイヤになるんですけども、タイヤによってはLT と記載があります、うん、はい、でそちらのタイヤであればライトトラック用として車検問題なく、うん、IS も通るんですけども、現実に行くと、うん、ロードインデックス、はい、何キロまで耐えれますよっていうところがクリアしていれば、うん、LT タイヤじゃなくてもいいんですね、うん、なるほど、はい、ただそのロードインデックスがクリアしているタイヤというものが基本その LT という記載があるタイヤが多いっていうことなので、うん、なるほど、はい、なので、まあ、今後タイヤ交換しますよとか中古車購入して最初からついてるタイヤとかを見ていただく際は、まあ、車検が通るタイヤなのかどうか、はい、LT っていう記載ですね、うん、っていうのも車検時にはやはり必須になってきますので、うん、まあ、そこも一つ注意点として、はい、見ていただくところかなと思います。なるほど、はい、はい、続いて二つ目なんですけども、はい、IS の、まあ、ない外装のカスタムパーツの注意点、カスタムパーツですね、はい、うん、になるんですけども、国内でもやっぱトップクラスに展開しているんですよね、うん、はい、ネット通販でも簡単にいろいろ購入できますし、うん、でもちろん弊社でも JR8 の方でもオリジナル商品をいくつか販売しておりますので、うん、まあ、この動画を見た後にそちらまたぜひ、ね、はい、見てください、はい、まあ、簡単に言うと、うん、ネットで購入して自分でつけるっていう方が、うん、最近やっぱ多いかなっていうところがあるんですけども、うん、はい、それが逆に落とし穴となって、うん、ご自身でつけたパーツによって車検で引っかかってしまったっていうケースを、ここ最近よく耳にします。そうですね、はい、なのでそういった車検に引っかかるようなパーツっていうのは、うん、まあ、どういったものかっていうのを、うん、簡単にご紹介していきますので、はい、はい、お願いいたします、はいはい、でまずはエアロパーツ、うん、外装ですねになるんですけども、エアロパーツといっても高さ幅長さが大きく変わるものに関しては、うん、車検証上に記載のある高さ長さ幅の、ところと照らし合わせた時に、うん、大きな差があると、うん、でも車検ですんなりいかないです。ああ、そうですね。はい。なので、例えば、一般的なこの標準ボディのハイエースなんですけども、うん、まあ、小型貨物車として区分が設定されてるんですけども、うん、サイズがすごいギリギリですよね。小型貨物車の枠内に入るギリギリのサイズと。はい。なので、長さが4690ぐらい、うん、で、幅も1690ぐらい。うん、っていうところで、高さは198なんですけども、うん、例えば、長さに関しては、470を超えてしまうと、うん、もう、1ナンバーになりますよ。うん、で、幅に関しても、170を超えるような、オーバーフェンダーとか、つけると、うん、やはり1ナンバーになってしまったりとかして、うん、車検時に、構造変更であったりとか、はい、様々な記載変更などの、うん、また別の登録が必要になったりとか、もあります。うん、はい。はい、
で、その可能性としてあるものが、ちょっと今、あちらに、オーバーフェンダーが、はい、これ1ナンバーなので、問題ないんですけども、うん、この、まあ、約25ミリ、出幅のオーバーフェンダーがついてます。はい、これを、先ほどの、標準のサイズの方に取り付けをしたとすると、うん、もう1ナンバー登録をしないといけなくなるんです、ね。なるほど。なんか、いや、こんな薄いからこんぐらいいいじゃんって思って、つけると、はい、それが、その規定オーバーになって、はい、その4ナンバーのままじゃ車検通らなくなるっていうことですね。そうですね。うん、もちろん中には、本当に9ミリ以内とか、7ミリぐらいとかのもので、左右つけても、あの4ナンバーのままいける、うん、サイズも出てるんですけども、うん、まあ先ほどの大きいオーバーフェンダーなどは1ナンバーになりますので、うん、そこは一つ注意点かなと思います、うん、サイド側のカスタムって、はい、ワイドもナローも共通じゃないですか。そうですね。だからそこで、まあ、ちょっと誤解じゃないですけど、まあ、認識の違いによって大きいやつつけちゃってっていうことがありえそうですもんね、はい、そうですね、うん、なので幅に関しては、まあ、あのオーバーフェンダーというところが一番、まあ、引っかかるポイントとしてケースが多いかなっていうところと、はい、長さですね、うん、これ今回エアロ何もついてないんですけども、うん、フロントとギアに関しては共通してなんですけども、あの小さなエアロとかをつける分には問題ないんですけども、うんうん、例えばワンパーごと交換するタイプのものってありますよね。ありますね。結構 LED とかいろいろついて、うん、あのいかついやつですね、うん、はい、というものをつけた時に、まあ、全然 5,6 センチ前に出ますよとか、うん、っていうものをつけた時に長さもすごい寸法がギリギリなので、うん、基本的にはもうそういった場合は1ナンバー登録になってしまいます。でリアバンパーもあのすごい速さとシンプルなバンパーなんですけども、うん、例えばステップレスのもの、はいはい、あ、まあ、こういうこれワイドですけども、こういうバンタイプでステップのないもの、うん、かつちょっとこう段差ができて、うん、長さが伸びるようなもの、こういったものに付け替えると、うん、長さがポンと車検証の記載の数値よりも大きくなってしまうので、うん、厳密にはもう構造変更をかけて1ナンバー登録をしないといけないということになります。なるほど。じゃあその純正部品の、まあ、下とかに装着する分には別に問題はないけど、はい、そうですね、丸々変えるってなると、はい、そういう恐れが出てくるとか、ね、そういったケースがもうほとんどですね。なるほど、はい、なので GR8 で出しているフロントスポイラー、うん、まあ、前も全然出ないんですけども、うん、ナンバーの内側といいますか、はい、っていうものであったりとか、あ、そうですね、うん、あちらのバージョン3ですね。これ長さ変わってないですもんね。変わってないです、うん、なので簡単な見方だと、もうナンバーより前に出ちゃうと、うん、基本的にはその辺の数字の変更が必要になってくるので、そういうことですね、気をつけていただくっていうところですね。こういったモデルや、うん、アンダーライナー、はいはいはい、っていうものは、まあ、下なので長さには関係ない部分にはなりますので、うん、まあ、そういったものでプチカスタムっていうのも一つおすすめかなと思います。なるほど、はい、エアローは以上になるんですけども、うん、次に電装部品、電装部品、はい、はい、ヘッドライトの、うん、まあ、光量であったり、うん、あとは光軸が変わるものですね、うん、はい、こちらも、まあ、トラブルになることが少しあるんですけども、うん、車検対応ですよと記載のあるものを、はい、ネットで例えば購入して付け替えられたと、うん、した時にヘッドライトの光の強さが足りなかったりとか、うん、あとは付け替えたことによって光軸ですね、うん、高さがもうすごいぐちゃぐちゃになってしまって、うん、そのまま車検に出したら取りませんよと、うん、はい、でこちらはテールランプも同じですね、はいはい、いろいろあの車検対応の E マークであったりとか、うん、あとはしっかり反射板であったりとか、うん、はい、まあ、何メートル後ろから確認できますよとか、あの細かい、基準はあると思うんですけども、うん、その点も一つ気にしていただく必要があるかなと思います。そうですね。まあこういうことがなぜ起こるかなんですけども、うん、まあ、厳密に言うと車検に通るようには設計はされていますね。そうやって社外品でヘッドライトとか出してるところは、はい、なんですけども、やはりその陸運局であったりとか、うん、整備工場等で人の目で判断しますので、うん、社外品ということだけで、うん、じゃあ純正ではないからこれは車検通りませんよっていう、うん、もう何て言うんですかね、光量光軸以前の問題で、うん、変わってることのことに対して車検 NG ですよと、うん、なったりもしますので、うん、車検の基準ってすごいなんか辞書みたいな分厚い本があるじゃないですか、はいはいはい、
だからああいうのの記載上では OK だけど、はい、もうそんな細かく見てられないから、はい、もう純正に直してきてねみたいな、うん、そうですね、パターンがあるって聞いたので、はい、まあ、様々ご意見はあると思うんですけども、うん、まあ、基本的には 100% 車検の通る、うん、純正の部品であったりとか、うん、あの有名メーカーさんから出してるようなあのものを使っていただければ、うん、まあ、よっぽどそこは心配ないかなと思います。うん、なるほど。はい。で、続いては、はい、内装。内装パーツもあるんですか？はい。意外に車検って外装だけじゃないのっていう、うん、あの、認識も強いかなと思うんですけども、うん、実は、まあ、ここ最近内装の方でも、うん、結構指摘されることが多いんですよね。そうですね。はい。こちらも、検査員によっては、うん、言われる方と言われる、うん、ない方って、うん、多分様々いると思うんですけども、うん、まあ、なんかこう不透明な要素が多いんですけども、うん、まあ、内装カスタムでここ最近何年証明書を出してくださいと、うん、はい、あの提出を求められる場合が増えてきたなと思います。なんか聞きますね、はい、で何年証明書っていうのは、うん、まあ、簡単に言うと燃えにくい素材で作られている製品で、うん、まあ、車に常備してても、うん、安全上、まあ、問題はないよと、うん、いうことを、まあ、証明する、証明書のようなものになります。うん、はい、で、これも、まあ、正直、検査する場所であったりとか、うん、検査員によっては、必要不要と、うん、まあ、分かれるんですけども、うん、対象となるのが、シートカバーであったりとか、うん、まあ、下のフロアマット関係、はいはいはい、っていうところが、まあ、メインになります。なるほど。はい。あとは、床張りのキットとかですね、うん。はい。で、この辺も、ネットで購入したりとか、うん、これから購入するときっていうのは不安があれば一度何年証明書はつきますかと、うん、はい、あの合わせて問い合わせをいただいた方が、まあ、今後あの不安なく車検に出せると思います。そうですね、はい、なんか割と僕の認識で多いのって、はい、この社外品のシートカバーついてたら、うん、ディーラーさんに入庫できないですよとかってたまに聞くと思うんですよ。そうですね、それと同じ感覚で車検も、はい、言われるわけですね。そうですね、うん、ただここ最近です と、シートカバーもそうなんですけども、うん、あのディーラーさんでも今シートカバーに対しての何年証明書ありますかっていう小さなチラシを多分出してると思うんですよ、うん、なのでうちもそれ持ってこられて、あのうちの製品のもので証明書ありますかと、うん、でうちも証明書ありますので、うん、あの私は都度させてもらってるんですけども、うん、まあ、今後、車検の基準で見ていくと、結構必須になってくる書類の一部かなと思うので、うん、そうですね。そこも一つ注意点ですかね。そうです。なので、まあ、このように、今回、まあ、シートカバーついてますけども、うん、はい。あの、カスタムパーツをつけて、うん、IS をかっこよくしたりとか、うん、はい。あと、快適にしたりっていうメリットのある反面、カスタムによって、車検で引っかかるよっていう、うん、はい。いうところも、まあ、ありますので、はい。IS購入後から、車検までの間にもしまあいろいろカスタムをご検討されている方であれば一度、まあ、つける前にこれ大丈夫なのかっていうところも、うん、あの最寄りのショップさんであったりとかもちろん弊社でも問題ありませんので、うん、一度確認していただけたらと思います。はい、はい、ということで今回は、うん、ハイエース購入後から車検までの間の注意点ですね、はい、についてまあ紹介をさせていただきました、うん、はい、実際聞いてみて市川さんどうでした？そうですね、やっぱりその車検ってお客さんが一番分かんない部分が多いじゃないですか、はい、そうですね、そういう規定だったりとか、はい、で細かな検査基準とかって、はい、まあ、なので何をカスタムしてこうやって落とされるとか不安に思いながらハイエース乗るの嫌だと思う。そうですね、うん、なのでこういう動画で少しでも、はい、あこういう事例があるんだなっていうのを知っていただいて、はい、その上でハイエースをお乗りいただければ幸いですね。はい、はい、もうその通りですね、うん、はい、あの先ほども、まあ、お話はしたんですけども GR8 だと、まあ、ハイエース専用のカスタムパーツというものは、うん、あの弊社の方からでもオリジナルとして販売しておりますので、うん、はい、ぜひあのチェックをお願いいたします。はい、はい、で今現在公式のオンラインショップと楽天とヤフーショッピングで出してますので、うん、ぜひ気になった方はそちらも一つチェックをお願いいたします。そうですね、はい、お願いします。であとは、まあ、今回車検にちなんだ動画だったとは思うんですけども、うん、まあ、何かあのカスタムパーツなどでお問い合わせをいただく際は GR8 のオンラインショップ公式 LINE、うん、はい、
にて、まあ、チャット対応もしておりますので、うん、ぜひそちらからお気軽にお問い合わせをください。ね、お願いします。お願いいたします。また、JR8 ですね、うん、愛知県内に現在4店舗、うん、まあ、出ているんですけども、はい、はい、4店舗の在庫台数、やっぱり200台超えっていう状況になりますので、うん、まあ、新車から中古車、しっかり取り揃えていますので、はい、ぜひ、ハイエースご検討中の方は、ぜひぜひご相談をいただけたらと思います。お願いします。はい、お願いいたします。では、今回も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、そしてコメントをお待ちしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。